Welcome to Shibi Channel. どうも、シビです。トロビオン、オーバーウォッチやっております。なんか最近ちょっと楽しく被ってんな。まあいいや。まあ、たまにね、この前あったのはトールビオン、これ、タレットを設置するやつなんですけど、味方3体になって、もうそれでも勝った時があるからね、わかんないです、もう。勝てる時は勝てる。ダメな時はダメ。乗りたい、これね、迷うところなんですよ、ね。あれの上にの、ま、だけどここだよね。壊されやすいんですけど、設置までちょっと時間かかるんで、なんか、ディフェンスヒーローの特徴として、速攻なんか、何かできるってキャラじゃなくて、じゃないんですよね。攻撃開始するまでにちょっと時間かかるみたいな。危ねえ、雲ない。相手ディフェンスが2人もいるからどうでしょうね。あめったら守りにディフェンスがいてもねというのは私は思うんですけど、ああ攻め側でディフェンスね。オーバーウォッチです。うん、トレーサーなんか疲れちゃうからつかないな。疲れる。あ、取られた。飛ばされたし。まあ、ぼちぼちです。タレット壊されちゃったね。多分あれだろうな。源氏の跳ね返しって感じでしょうか。源氏いないし。変わったか。さっき言ったよね。トレーサーに変わりました。I've got you in my sights. Armor up!ちょっとこう守り気味のところです。押されてるんで。だいぶ押され気味のところ。さっきのは最初の置く場所は攻めのとこなんですね。まあ、壊せるのまた作ればいいやみたいなね感じです。これ回復してます。タレット回復。
からウルティメイトを発動してっていう感じですね。ギリギリになってくるかな、大体くるかな。まあでもそれすらもう終わる。あ、やべ。今日ちょっと手遅れでしたね。いや、見事な見事な守り勝ちです。私ではなかったね。あ、これちなみにエピック設定ですよ。だから綺麗なんです。GTX 1080を使っております。忘れてた、言うの。いいね、いいね、ナイスショットという感じでございました。まあぼちぼちやっております。ちょこちょこと一試合、まあかんね、サクッと終わるからいいね。それじゃあ今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。